チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。著作家の宇山拓英でございます。今回も前回に引き続きまして、皇室問題、そして世界の王室の中における皇室といった点でですね、特に皇室のご結婚の問題等、あるいは継承原理の問題等を考えてまいりたいと思います。男系継承ということを考える場合にですね、乗っ取りということが大きな論点の一つであるということは、これは最初の回からずっと申し上げてまいりました。ノルウェーの王女がですね、霊媒師の男性と結婚をしました。また眞子さまがですね、この経験師と結婚をされました。もしですよ、このノルウェーの王室でですね、この霊媒師の男性とノルウェー王女との子供が王位を継承するということになれば、これ王位継承権はありますからね、この子供さんには王位継承権があって王位継承するということになれば、順位はずっと低いとは思いますけれどもね、これはもう乗っ取りになってくるんですよ。もうこの霊媒師の王朝になってくるわけなんです。で、日本でもそうです。もしですよ、仮にこの女系継承ということが認められて、眞子さまと経験師の子がこの皇位継承権を認められて天皇になると、これ女系継承ではこれ OK ですからね。もしそういうことに将来的になれば、これはもう経験王朝なんです。もうかつてのですね、皇室とは全く違ってくると、かつての日本の皇室との伝統とは違う変質した、そういう皇室になってしまうと、乗っ取りになってしまうという点、このことをずっと解説をしてきました。でですね、そういうことが実際に起こるかどうかということとは別の問題としてですね、これあくまで理論として考えてまいりたいわけなんですけれどもね、仮にそうなったとしても乗っ取りにはならないんだという意見があるんです。乗っ取りにはこれならないと。これがですね、女性積極論と呼ばれる議論なんです。女系容認論者からですね、盛んに提出をされているのは、この議論なんですけどね、ちょっとこの議論が何かという点を申し上げたいと思います。少し複雑で難しい話かもしれませんけどね、今ですね、イギリス王室は女系王のチャールズ3世が、これはついこの間エリザベス女王が崩御されたことによりましてですね、新たな国王となったという形なんです。女系王です。なぜならば、母であるところのエリザベス女王が、これが、女性であるからです。その女性から王位を継承しているチャールズ3世は女系王です。そしてこのチャールズ3世のお父さん、マウントバッテン卿ですね、マウントバッテン家の人間であるので、実はこのイギリス王室というのはもはやですね、ウィンザー朝ではなくてマウントバッテン朝になっているということになります。男系の理屈でいうとね、このお父さんであるところのマウントバッテンのこの家名を引き継いでいるということになると、もうイギリス王朝は変わってしまったと。ウィンザー朝じゃないと、王朝交代だと、マウントバッテン朝だということになるんです、男系継承の理屈ではね。ところがですね、ところが実際にはそうなっておりません。イギリス王室はですね、このマウントバッテンウィンザー朝という折衷の王朝名を、これを一つの正式な王朝名としているわけなんです。ウィンザーの名前を残しているわけです。王朝交代ではないという考え方なんです。これ女系容認の理屈ではこういうことになるんです。王朝の名称変わってませんよと、ウィンザーのままですよと、ウィンザー、マウントバッテンという形で折衷案は取ってるけど、ウィンザーというのは
変わってませんよと、引き続きウィンザーですよという、この連続性ということを強調してこの名称を使ってるんですね。男系の理屈からではもうこれウィンザーじゃないんだと、マウントバッテンなんだと。だけど彼らはそうは言わないんです。いやこれはウィンザーとつながってるんですよと。でこれと同じ理屈でですね、オランダも今の、オラニエ、ナッサウ朝のこの、王はですね、これまた女系王なんですよ。お母さんがですね、女王だったお母様から王位を継承されたですね、ウィレム・アレクサンダー王、ベアトリックス女王から継承王位をなさいました。本来ならばですね、もうこのオラニエ・ナッサウ朝は全く別の王朝名にならなきゃならない。今のウィレム・アレクサンダー王はこれ女系王ですから。だけどオラニエ・ナッサウ朝がずっと続いてると、この家名を変更しませんよということになってるんですね。それからこのデンマークもですね、今後ですね、今のデンマークのマグレーテ女王がですね、崩御をもしなさればですね、その後に継がれる王はですね、これ女系王になるんです。お母様のマルグレーテ女王から王位を継承しますからね。じゃあこのデンマークのリュクスボー王朝は、男系の理屈から言うともうリュクスボー王朝という名前にはならないということになるんだけれども、デンマークははっきりとリュクスボーの名は使うと、使い続けると、この王朝名のままでいくんだと、乗っ取りじゃないんだということを言っています。これが女系積極論なんですよね。かつてですね、歴史の中ではこういうこともあったわけなんです。19世紀にですね、大英帝国の最盛期を率いたのがビクトリア女王でありますよね。でこのビクトリア女王は1840年にですね、ザクセン・コーブルク・ゴーダ家の男性と結婚、アルバート公と結婚をしております。でこの両夫妻から生まれた子供が、ビクトリア女王が崩御なさった後王位を継承しておりますので、もうこの時にはですね、ハノファー朝から名前が変わってザクセン・コーブルク・ゴーダ朝にならなきゃならないんですよ、本来ならばね。でもそうしなかったんですよ、そうしなかった。ハノファー・ザクセン・コーブルク・ゴーダ朝という折衷名を取って、ずっとその後も推移していったわけなんですね。皆さんご案内の通り、第一次大戦の時にですね、イギリスはドイツと戦いますので、このハノーファーとかザクセンとかいうこの王朝名がドイツ名であるということを嫌ってね、ウィンザーという名前に変えたわけなんですけれどもね、このビクトリア女王が崩御なさった後、女系王が即位されてからもですね、いやいやハノーファー朝は続いているという、歴史的なこういう実際の実例もあるわけなんですね。そこでなんですよ、女系積極論はね、の方々はこう言うんです。このように、仮に女系王が即位をしたとしても、女系継承者が即位をしたとしても、全然王室は変わってないじゃないかと。日本のこの天皇だって、皇位継承者だってね、同じことやればいいじゃないかと。仮にですね、愛子内親王殿下が女系継承4人の中で天皇陛下におなりになられたと、田中さんという一般人男性とご結婚されたと、でそのお子さんが、両夫妻の奥さん、お子様が新たに天皇陛下になられたとしますよね。これ田中王朝になるぞというように、我々男系は言うわけですよ。田中王朝だぞ、いやいやならないよと、田中王朝にはと、女系派の方々はそれを言うわけです。イギリスの例を見てみろと、オランダの例を見てみろと、デンマークの例を見てみろと、なってないじゃないかと、そのまんまの王朝名が引き継がれているじゃないかと、王朝が乗っ取られるなんていうのはね、これデマなんだと言って、女系論はの方々はこれを言っているわけなんです。
しかしですね、実はこの女系の方々が言っておられる理屈にはですね、重大なトリックが私はあるというように思うんですね。日本の場合のこの継承原理とヨーロッパ王室の継承原理というのは、これは全く異なるものであります。あくまでヨーロッパ王室の継承原理というのは、これは家名の継承原理なんです。あくまで家名なんです。家の話なんです。これ家、今も言うようにですね、このウィンザー家という家をどう家督を継承していくかの話なんです。だから家はですね、別に血統じゃなくたっていいんです。日本の皇室はこれ血統原理なんです。だけどヨーロッパの王室っていうのは、これは家督継承の原理、家名を継承していくということの原理になってるんです。だから、まあ、日本でもそうなんですけども、家督とかその家のこの世襲というのはですね、追っていくというのは、継承していくというのは、これ別に男系じゃなくたっていいわけですよ。女系だっていいわけですよ。我が家にはもう娘しかおらんと、養子を取りたいなということを考えるならばですね、その外から男性を養子に引っ張ってきてね、そしてその、まあ男性にですね、家督を継がせていくということを現にしてるじゃありませんか。我々一般のその家庭でもですね、こういうことをしております。それは OK なんですよ。家督継承という点では養子縁組どんどんしてくださいと、もう後を継いでくれる男の子がいないから養子来てください、いいんですよ、それしてくださいと。でも日本の天皇皇室はですね、こういう家督継承の原理で物事が進んでるんじゃないんですね。あくまでこれ血統の原理で進んでるんです。男系で辿っていった時に神武天皇にぶち当たるというこの一点において天皇は天皇足りえるんです。皇族は皇族足りえるんです。この一点において、皇族と一般人が違うのはこの一点だけなんです。だからこの血統の原理に基づけば、もう女系で、天皇というのができた場合にはね、もう男系でたどることができないわけでしょ。神武天皇にぶち当たるということがもうできなくなっちゃうわけですよ。そうするともう天皇が天皇たりうるこのゆえん根拠というものが消えてしまうということになるわけなんです。ヨーロッパの王室はそうじゃないんです。家督継承なんです。我々のこの養子縁組と同じ理屈なんですよ。しかし日本の皇族はそういう継承原理とは違うんですよというね、ここの部分なんです。これを意図的に混同させてですね、この多分女系継承論者なんかで、まあ、非常に有名な高森先生なんかいらっしゃいますけどもね、このことを盛んに高森先生なんかおっしゃいますけれども、高森先生がこんなことは分かってないはずがないですよ。十分高森先生はお分かりです。あえてですね、そこの論点を隠してですね、多分、まあ、こういうことを混同させて、あえてこういうことをおっしゃっておられるんだろうと私は、思いますね。で、やっぱりここをちゃんと整理をしてみれば、結局ヨーロッパ王室にのように、王朝は連続してるんだということにならないということはもう明々白々なんです。もう日本の場合は連続しないんです、女系継承によっては。ここのところをですね、よく考えなきゃならないんだけれども、よく保守がですね、何ですか、サザエさんの一般家庭の例を出してきてね、なんかこのカツオと何とかがこう結婚した場合、そのカツオがどこぞのその何ですか、その養子になった場合、この乗っ取りが起きるとかね、サザエ家のその何とかからね、男性がこの入ってきたらサザエ家が乗っ取られるとかね、なんかそういう例を出して言う人いますけれども、保守の人でね。こんなその一般人のサザエ家の話
と引き合いにしてですね、この話をするということがもうドツボにはまる一番悪い例なんです。このサザエさんの例と我々一般の養子縁組の例と皇室の養子を取るということとは、全く話が違うんです。血統の原理とこの家名を継承させるということの原理はこれ全然違うものだということをよく理解しなければならないというように思いますね。それでは後半ではこの論点をさらに深掘りしてまいりたいと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございました。